はようございます、松村です。じゃあ今日なんですけど、エプロナイザー 7D プラス最速レビュー8万円のドライヤーとをテーマにですね、今日は喋っていこうと思います。で、まあ、今回は最新の商品紹介と開封っていうのをですね、ちょっとやっていこうと思います。こう今までに高級ドライヤーとかヘアアイロンのレビューをしてるんですけど、今回は2020年の12月8日発売の国内最高金額79,200円のドライヤー、レプロナイザー 7D プラスをですね紹介します。金額にしてこう約8万円の商品なんですけど、これをいきなりこうポンと買う人っていうのは少ないと思うんですよね。なので今回はプロがですね、ちょっとこう皆さんに分かりやすく解説しようと思います。早速なんですけど、箱がですねこんな感じです。中はこんな感じですね。で、箱はこんな感じなんですけど、一応中に今こう説明書とかこう、品質保証のギャランティーカードなんかがですね入ってるんですけど、で一応今回から大きな変化としてこう海外対応になってるので、一応この説明書も日本語とか英語、中国語、韓国語の説明書になってました。開けてみます。ということで、これですね。で、こちらなんですけど、これ実際に前の1個前のモデルの 4D プラスと形はほぼ同じです。ちょっとこうボディカラーが変わってこうグリーンなんですよね。最初緑かってちょっと思っちゃったんですけど、緑なんだみたいな。ラメの入ってるメタリックグリーンみたいになるのかな、これが。なので結構これだいぶおしゃれな感じですね。なんか高級感がすごいある。で、一応これが前回の 4D プラスで、こっちが 7D プラス、こう見てもらってもですね、形は同じって感じですね。これはですね、使えば使うほど髪が綺麗になって、髪の毛のこうツヤとか張り、コシが出たりとか、髪のこううねりがちょっと収まったりするんですよね。で、髪の内部のですね、水分量も上げてくれるっていうようなこう不思議なドライヤーなんですけども、詳しい商品の詳細に関してはですね、今までこうたくさん動画を作ってきてるんで、それは一応概要欄に貼っておくんで、そちらもぜひ見てもらえると嬉しいなと思います。初めてですねこの商品を知るっていう人もいると思うんですけど、一度使うとですね、本当に感動するぐらいですね、髪にツヤが出ます。初めての人にちょっと話しておくと、このスイッチを押すと電源が入って、この裏を押してもらうとこんな感じで出て、このボタンを押すと切り替わる、そんなドライヤーです。ここからは実際にですね、ちょっとメーカーに聞いてみたんですけど、構造とか重さ、あと風量に関してはほぼ 4D プラスと同じだそうです。最初は右と左左右で比較してみようと思ったんですけど、例えばこれを左だけこう乾かしてみて右と比べようと思ったんですけど、ここから出てる風がこっち側にも作用しちゃうらしくて、比較するのが難しいっていうのが正直なところです。なのでイメージとしては前回の 4D プラスは4レベルだと思ってもらって、こちらの 7D プラスは効果でいうと7レベル相当になったっていうふうに捉えるのがいいかなと思います。分かりやすく iPhone で説明するなら、その形は一緒だけど中のスペックがちょっと上がったっていうような認識で大丈夫かなと思います。これに関してはやっぱり数値で語れない商品なんですよね。なんで実際にやっぱり触ってみて仕上がりを体験してみないとちょっと凄さは分からないかなっていう感じです。気になる人に関しては取り扱いのあるサロンとか、あと百貨店とかでですね、触ることができるんで一回見に行ってみるといいかなと思います。
ということですね、まあ、今回はまあここまでで、次回はですね、このレプロナイザー 7D プラスと結構比較されやすいですね、リファビューテックドライヤーをですね、実際にちょっと比べてどれぐらい効果が違うのかっていうのをですね、動画にしていきたいと思っております、はい、ということですね、まあ、今回の動画がちょっとでも参考になったという人はですね、ぜひチャンネル登録をしていただいて、グッドボタンもですね、もらえると嬉しいです。ということで今日も見ていただきありがとうございました。